はい、皆さんこんばんは、みなつです。スーパーファミコン、ファイアーエンブレム、紋章の謎、韓国戦争編パート36やっていきましょう。アカニーヤパレスの、進行度的には後半になりますかね。あと上が、このアーチャーだけで。で、下がね、こんな感じで、残ってますね。一応、上のアーチャーをちょっとだけ体力減らして、で、ちょっとね、この司祭を上に釣り上げたいところ。どうしようかな、動画で攻撃したら、いけるか？他だと多分倒しちゃうよな。え？ちょっと待って。あれ？あー、そっか。鋼の槍だったら2だったけど、鉄の槍で高速。高速が、4で2回攻撃してしまった。はい、2個目さんいらっしゃい。こんばんは。ミスったよー。鋼の槍にしとけばよかったな。でも鋼の槍だなと、死んでたか？あー、そっちでも死ななかったか。ミスったな。仕方ない。小さい釣り上げ作戦は失敗だ。そしてあれだ、ドラゴンを釣り上げるしかないか。マリクだなぁ、釣り上げるとしたら。あ、ライブの杖もだいぶ減ってきたな。ちょっとめんどくさいなぁ。ドラゴンキア誰だっけ？あ、アデルか。あいつらは武器ないしいいか。
とりあえず武器を変えておこう。防御なんだっけ？あ、防御32だから、あんまり。あ、でも高速が0だから2回攻撃はできるな、それで。まあ、なんとか削ってもらおう。わかなすあんと、あんと。はい、さしさんいらっしゃい、こんばんは。まず過ごしようかな。ここのアイテムは取りに行くか。それとも倒してから行った方がいいかな。でもちょっと扉の鍵がもったいない気がするなぁ。で、アルスは、内側で、はい、させるか。さて、ドラゴンと司祭、どっちが行動早いんだろうか。あ、こっちです。はい、4個目さんいらっしゃい、こんばんは。司祭が後だと、こいつ回復されてしまうな。まあ、それは仕方ないか。忘れないうちに。ちょっとなさあ、ドラゴン退治行きましょう。ドラゴン先来たか。おお、避けた。お前ナイスだな。これで回復させられるよなぁ。くそ。
そう。出かけずたに。マジで全回復したんだけど。え、マジそんなに回復するの？リカバーって。やばいほど回復したの。あれ、ブリザーって。ブリザーのショット。あったっけ？あ、買ったのか。じゃあ、次来てもいいな。目は避けないよな。ですよね。で、28か。回攻撃して、じゃあ、倒せるか。よし、じゃあ、使うか。ドラゴンキラー。あれ？あ、26で倒したか。ちょうどだった。よーし。誰倒そう。ああ、カシウムかな。あ、まずい。他のやつで削れない。削ろうと思うと死なせてしまう。仕方ない。カインで倒す。幸運武器レベルじゃねえか。なんでこういう時に限って会心でやがる。まったくね。結局食らったのはマリックだけかな。
マニュアル？マニュアルって何？あれ？今、あれ？マニュアルって何だ？武器レベルが5上がる。あー、なるほどね。誰に使えばいいんやろ。さすがにこの数はちょっと取りに行けんな。よし、誰で恋しよう。はい、いいか。で、13あれば倒せると。おお、すげえ、まだ力上がったよ。すげえな、こいつ力だけな、あるな。ゴードンもな、それくらい上がってくれりゃいいんだけど。スナイパーの突き出しは動画に任したいな。はい、でもこいつで。ああ、ここに置いたら出てくるかな。結構時間かかるんでしたら釣り出すの。でシーダが扉の鍵持ってるから、こいつであの右の方を持つと。なんかここ無駄に時間かかりそうだな。
あれ、こいつ HP、全開じゃねえな、ないか。あれ、こいつ出てこないよな。出てくんのか、こいつ。出てくることを想定して、一応ここに置いとくか。まあ、さすがに来ないか。では。いや、ちょっと待ってよ。他のやつも、引っ張ってこないとね。よし、スナイパー出てこい。あー、4% もある。怖いな、こいつ。会心 4% か。かなり怖いよ。誰で倒すかだなー。ゴードンか。カシンか。ゴードンかなー、やっぱり。ちょっと待てよ。あ、こいつらも5あるな。じゃあ、ゴードンはこっちの、あ、7とかいるじゃん。終了まであと5分になりました。じゃあ、遠隔勢はこっちでやることにして、ここは近接の誰かで倒す。誰でもいい感じか。あ、まず奥まで。あれ、こいつ45ある。奥のソルジャーは武器だけ今装備してるから注意。そうだね、銀の槍とか装備してるからね。
扉前に固めて開けたら速攻に潰しに行く感じかな。もしくは一旦動画で耐える感じか。いや、それだとダメか。ちょっと考えないとダメだな。お米さん、いらっしゃい。ちょっと考えないとな、それじゃあ3体いるから。タク眠いよ。はい、たくさんいらっしゃい、こんばんは。お疲れですかね。14まであと3分になりました。残ったか。カインか、アーベルか。カインにしようか。確実に仕留めよう。アベルもカインも徒歩の割には強いな。終了まであと1分になりました。レベルが上がってるから。かな？たぶん。わからないな。で、闘技場で前ね、10まで上げたんで、この主要の、ここにいる人たち。それを引いてもいい成長してると思う。おー、そうなのか。アベルがね、若干ちょっと力弱いなぁとは思ってるんだけどね。速さも若干、もう一つ、安心して宝取れるわ。銀の剣か。お。はい、そしたら次枠行きますね。良ければご視聴ください。お疲れ様でした。マーモンズとプロローだからな。そうなんだ。